飛ぶね。びっくりしたわ。さすがにアグレッシブすぎだろう。ちょっと待った。きついな。ちょっと待った。ありがとう。おかげでライフは減らしてもらってるから。すまん、本当にありがとう。何もしてねえ。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。今日ね、動画としては2回目となるドラゴンマークト4です。やっていきましょう。よろしくお願いいたします。メインストーリーに若干展開がありそうなので、そこを取ろうと思ってます。1回ですね、土曜日の生放送でクエストをガンガン遊びまくるっていう回も出してるんで、まあ、このゲームってやっぱり醍醐味ってみんなで遊ぶこの、そうですね、マルチのところかなと思いますので、よかったらね、合わせてみてください。逆に言うとソロが結構ね、敵がめちゃくちゃ強いんで、まあ、マルチしないと辛いぐらいの難易度かななんて今は思います。もしかしたら今後ちょっと変わるのかもしれませんが。じゃあ、レベルもね、結構上がりました。ちょっと待ってね、ステータスで、22ですね。そうだね。まあ、そんなところで、一応装備もちょこちょこっと強いやつはつけてるつもりです。で、名声を上げ、クエストをね、結構こなしたんで、名声が上がりまして、おっと、なんだ。ちょっと話を読んじゃいましたが、前まで入れなかったここですね。ちょっと話を聞きますが。はい、この王に近いところに行けるようになったそうなんで、ちょっと行ってみましょうか。はい、ここはメディウス王と。はい、地にはびこる貧民街などではない。本物の王とだ。ということで、ちょっと話がこうやって変わってきたので、少しね、歩いてみましょうか。まあ、クエストやってる時とかはね、夢中でずっとやっちゃうんで、ストーリーのことを本当に忘れちゃった時もあるんですが、一応こういった目的があります。というわけで、まあ主人公のね、まあやっぱりその竜の一族っていうことは分かってはいるんですが、とりあえず入れてはくれると。ショップだ。ちょっとなんか変わってんのかな。道具屋か。わーすげえな。アイテムも全然変わりますね。ここら辺まで来ると。たっけーな。今まで一応お金結構余るぐらいじゃんなんて思ったけど、全然余んないわ。すごいわ。アイテムも見てみるか。まあ、ここら辺は普通に戦闘で拾えるものもありますね。了解。ちょっとせっかくここまで来たんで少し探索してみましょうか。さあ話も聞きながら。ここはなんだ、武器屋か。はい、まあ今僕が持ってる方が強いぐらいかななんて思いますが、あ、でもここら辺や。でもまだレベルがちょい足りないですね。このグレーアウトしてるのは基本的にレベルがまだ足りないやつです。はい。ダメだな。ちなみに動画ではまだ出してないんですけど、戦士もちょっと使ってみました。全然使う感じが違って面白いですね。連続切りとかはないんですけど、まあバリアとかがやっぱりチームの時とかは役に立つかななんて思いました。あー、礼儀正しいね、この子ね。はい。はい。また犬です。展開的にはこっちかな。はい。ブルース。僕の父さんは幻のブドウ酒を探しているんだけど、と、まあ、こんな感じでクエスト追加みたいなこともあるので、話はちゃんと聞きましょう。で、オートまで入ってきたのはいいんだが、酒場とかはないのかな。はい、はい、タポール雪原ですね。まあ雪のエリアです。はい、クエストはまたちょっとね、こんな風に進みましたが。そうだな。なんかイベントみたいにあるところはないのかな。ちょっと走り回ってみるか。はい、すいません。さっき言ったところがですね、まあ行けるようになったところが、まあ武器屋とかのこのね、
ショートカットの名前から中流層ってところだと思うんですが、左右行ってみたんですけどね、ちょっとね、僕は見落としてるだけかもしれませんが、なんかイベントっぽいところがね、おそらくなかったので、まあ、クエストもちょっとこなしていきましょうか。というわけで、酒場に来ました。はい。で、ね、シングルプレイで、まあ、さっきね、追加されたものもあります。やっぱ気になるのはここら辺の依頼かな。まあ、そうだね。じゃあ、まあ、せっかくだから新しく増えた依頼をこなしていきましょう。というわけで、今回からは普通に、まあ、難易度的なものもあるんですけど、インターネットのね、協力プレイに頼ってみようかな、なんて思います。フリーマッチに行きましょう。パーティー参加で、あ、ちょっと待ってよ。ホストにして立てるしかないのか、やりたいクエストあったら。ちょっとやってみるか。難易度20ってきついな。これ15でしょ。こっから行くか。はい、じゃあね、ちょっと募集かけて来てくれた方がいるので、ちょっとね、4人目待っててもいいんですけど、割といけそうなので、これで、まあちょっと今ね、夜ってこともあるんで、これで配信しようと思います。じゃあ、ちょっと頑張っていきますか。クエストレベル15なんで、気をつければおそらく負けることはないと思うんですが、あ、そうだ、今入ってきてくれた方のレベルとか見るの忘れてた。はい、ちょっとストーリー見ます。はい。ブドウ酒をね、取りに行くっていう、そういうストーリーがありますね。うん。はい、ブドウ酒を襲った怪物がいるか。うん。はい、あなたは何としてもブドウ酒を見つけてくるのですよ、ということで。それでね、怪物を倒しに行く話か。じゃあ、ちょっと物々しいね、マップからですが。参りましょう。はい、よろしく。まあ、メッセージだけちょっと打っておいて。お相手忍者でーす。よいしょ。忍者はやっぱ足速いっすね。うん。あと、それぞれみんな、あー強いね。ありがたいわ。とてもね、やっぱ、相手が28でももう、一人の方強いんですけど、もう一人の方が48なんでめっちゃ強いです。ちょっとこれは僕が足引っ張らないようにしようと思いますね。まあ、おそらくお二人はやられることはないと思うんで、僕が、本当にやられて、そうだね、復活回数をなくしてしまわないようにだけ気をつけます。はい、ここね、ここ、気持ちの悪いエリアなので、トラップとかに気をつけながら行きましょう。はい。さあ、完全に二手に分かれちゃいました。痛いって、やべえ。ちょっとアイテム使っとくわ、僕。あー、もうちょっと持ってくんだったな。ありがとう。こんな感じで忍者は壁キックとかができるんで、いけないエリアとかに行けたりします。そういうのやっぱ強いなと思いますが。さあ。ちょっと探索を続けていきましょうか。よし。ああ。さあ。こういうところは気をつけて、ああ、落ちるんかい。よいしょ。やっぱり僕の高所の強いところは遠距離で受けるところなんで、ちょっと利点生かしながら、うん、ちょっと燃えてますね、僕。よいしょ。炎上中です。あーっと。炎上中はガードが下がるので、気をつけないとダメですね。なんだ。あー、敵か。これはこれで敵なんだ。OK。ちょっと回復しつつ、もらいながら一緒に行動しましょうか。待って、さあ、もう一人の方も合流して、あー、パンです。もらいます。ドロップアイテムの回復でちょっともらいながら、ここは強敵がいるそうですが、まあ、みんな待って始めましょうか。
ここはちょっと雑魚敵を殲滅するっていう、そういうパターンですね。引っかかったー。こうやってちょっと下にカニっぽいやつがいることがあるので、気をつけましょう。とは言っても、ちょっと、不意に湧いてくるとどうしようもないんですよね。さあ、じゃあ、みんな大好き、大ヤドカリでーす。燃やしまーす。ちょっと燃焼させて、ガードを奪っておいて、まあ、これは回数しかないんで回避します。宿にこもってるとどうしようもないんで、ちょっとみんなに任せながら、僕は遠距離で、ね、燃焼状態にしてあげる。どっちかな？こっちかな？ちょっとついていきましょうかと。なんだかんだで、ね、まとまって行動した方が楽なことも多いからね。あれ、楽しいですね。ちょっと待った。ね、アイテムもうちょっと持ってくんだったなと今更思ってます。落ちたー。こっちはいけないね。白いラインはいけません。まあ正直誰かがボスの手前とかまで行ってくれたらそこからね一気にワープできたりはするので無駄に動かなくても別にいっちゃいいんですけど。さあ、きついよ。おい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 。ちょっとお二人を追いますか。アップルパイか。まあ一応まだやられてないので、正直僕がやられる分を取っちゃってもまあいいっちゃいいんですけど、まあ、ちょっとね生々しいマップは続きます。あ、いいよ、行こう行こう。ちょっと強敵前まで行ってくれた人がいるので参りましょうか。まあここもザクの殲滅ですね。よいしょ。床がダメージ性のあるタイプの、まあそういった池なんで気をつけながら箱を開けます。よっしゃー、ぶどうしじゃん。終わった。あとはどうぞ、帰るだけ。うん、転送しましょう。まあ今日はこんな感じで、かなりシンプルなね、そういったクエストでしたね。OK。はい、いろいろもらった。了解。まあ、通常の場所とは違うところで受けられるクエストなんで、若干こういった回転も変わってくるかなと思いますが、レベルはまだ今日わかりません。はい、それも軽く。と、まあ今日はね、無難にこなすことができました。よかったですね。じゃあ、ちょっと待ちまして、うん。はい。お疲れ様でした。うん。もう一人ちょっといない方もいますが。うん。じゃあそんな感じで、今日はね、離脱します。あ、ちょっと待って。あー、申し訳ない。あ、多分2の人まだ帰ってきたかったんだけどな。多分2の人にお疲れ様でしたってメッセージ届いてないんですけど、うん、申し訳ない。こういったこともたまにあります。すいません。まあ、簡単に挨拶だけはしておけばいいのかなと思いますが。うん、クエストも結構出てるね。やっぱ15ぐらいがいいんだよな、正直言うと。20はまだね、その一緒に来る味方にもよるんだけど、結構きついです。というわけで、じゃあ今日は15のやつをまた1個やって終わりにしようかな。じゃあこれで、通信ルールを全世界と変えました。ちょっとまた募集します。はい、じゃあね、ちょっと募集中にアイテムだけ突っ込んどくわ。そうだな。ざっとな回復アイテムがないから、結構食べちゃったな。まあ、ここら辺回っていいかな、もう。あ、ちょっと待って。はい、よろしくお願いします。このクエストはミクリアです。ちょっと他の人、さすがに2人だとあれなんで、ちょっと待ちましょうか。アップルパイにして、ステーキ突っ込んで、
まあ食べれそうなものを食べておくか。ヒールパウダーは少なすぎるかな。まあ、もらっておこうか。若干待ちます。30か。おっしゃ。強い人来た。OK。よろしくお願いします。ちょっとこのクエストは未クリアですってことだけは伝えておきましょう。あと1人来ればまあ早いんですが、準備はいいですか。まあ行くか。3人でもまあ大丈夫だと思うんで、今日行きましょうか。あとはその、3P の人がね、どう考えるかっていうのもあると思うんですけど、入ってきてくれたらいいし、うん、OK。今日も3人で行きましょう。まあ実を言うと今時間的に言うと深夜の2時ぐらいなんで、まあさすがにね、人集まんなくてもしょうがないかなと思います。はい。ちょっと和風なステージだな。ここ初めて来た。はい。姫を助け出し、反乱を食らった者は、うん。姫様を今回は救う話かな。じゃあ、そのプレイヤー待ってまーす。はい。和風なステージですね。行きましょうか。30と27なので、やはり皆様頼りになるなと思いますが、お城ステージかな。お、いいな。ファイヤーをこういう風に目印っぽくなるっていうか、まあ明るく照らせるんだな。宝箱もらっときます。ミミックじゃないといいな。はい。さあ。あとのお二人ガンガン行ってしまうので、どうしよっかな。僕は宝箱でもあさって開けておくか。はい、装飾品は入手しておきましょう。さあ、めっちゃ遅れてるんで、あと追いしたいんだけど、これどうやって繋がってんだ？あ、こっちか。まあ、割と遅れてもね、正直言うと、後で、合流はできたりするんであんま気にしなくてもいいんですけど。おお、このステージ初めてだけどいいね、雰囲気が。お城ステージです。あ、いいよ。うん、はい。私は大臣スマヒコ。うん、じゃあ、お、早いな、もう押すか。はい、他のプレイヤー待ちでーす。さて、大丈夫だろうか。うわー、飛ぶねー。びっくりしたわ。さすがにアグレッシブすぎだろう。ちょっと待った。きついな。ちょっと待った。ありがとう。おかげでライフは減らしてもらってるから。すまん、本当にありがとう。何もしてねえ。ちょっと死ぬ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 。うん、ありがとう。ちょっとメッセージ送って、まだ物語を続きまーす。ちょっと毒ってますが。よし、毒終わった。まあ本当にモンハンとかと同じかもしれないですけど、強い人がいるんだったら、うん、助けてもらうぐらいの気持ちでも全然いいと思います、このゲームは。でそのうち自分もレベルでね、もうステータス的に強くなれるんで、そしたら本当にね、始めたばっかりの人を助けに行ったりすると、またそういうのも面白いかもしれないです。よいしょ。さあ行きましょうか。さっきの試合は本当何もしなかったな、僕。キャー。姫救うのが目的だったな。扉の鍵を手に入れた。すいません、完全に忘れてた。ありがとう。お、宮姫。はい、姫どこ。姫はそっか NPC だから、ちょっと HP 気をつけないとですね。さあ、どこを倒すか。
たまにこういう護衛イベントっぽいのもあります。先行していくか。高いな。大丈夫だと思うんだけどね。本当にちょっとアイテム使っていくか。ギアパウダー。さあ、姫さんも割とジャンプ力があるので、うん、助かる。先行して倒してくれたな。終わった。こんな段差を降りれるものかっていうところですが。お、強いね、ヒミさん。おー、なんだなんだ。え、めっちゃ焼けてんな。あー。攻撃するとこういう風になるんだ。面白いな。リンゴの片割れですね。さ。ちょっと敵の出現が怖いんですが、大丈夫かな。はい。ここまで来れば、あとはほぼ終わりっぽいけれども、戦闘とかありそうだな。うん。不意に湧いたんで倒します。ここはいけるのか。真の強い姫さんだな。はい。これは壊しましょう。おお、あ、なるほど。強いね。ちょっと上のやつがめんどくさい。食いに湧くの嫌だわ。倒す。さあ、助けてもらいながら。というわけで、帰りはこんなイベントですね。あー、もらおうか。はい、アップルパイです。まあ、欧米かって感じですが、一応、このゲームなんか、アイテムにその、好みとかがあるんで、例えばこれだと、アップルパイは魔女の好みです。魔女だったら、ライフが9割回復したりします。痛えな。まあ、ちょっと今、あるもん食べちゃうんですけど。さあ、もうちょっと待とうか。もう少し、もう少し。もう少しだと勝手に思ってるか、そうではないから。道端のアイテムを食べます。めっちゃ敵狙ってるんですが、お、撃ってこないのでまあいいでしょう。おっつ、さすがに上から落ちてくるのはやめろよ。やっぱちょっと後ろ守ろっかな。またこれか。いけ。ジャンプが足りなかった。さあさあさあ。ま、マッカーはこれなんで、うん。選手の方ありがとうって感じですね。ここは大丈夫か。ちょっと小沼っぽいところなんで、強えな。何も考えずに歩いてる。さあ、突然のね、敵脇だけに気をつけましょう。いや、そんな強いやつはいないんで大丈夫ですか。さあ、普通にここをね、こんな風になるんですよ。あの、立ってたら何も考えずに歩いてるな、姫さん。大丈夫か？ OK。強いね。終わりかな？はい。てか、もしくはボスですね。ちょっと待って。さあ、心だけちょっと気持ち持って。はい、順流かな？神竜ですね、はい。はい、真の力解放して。怖いですね。う
わ、痛い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 。ちょっとおまけにやりながら燃やします。さあ、怖いね。まひったな、相方。おっと。今回はちょっと気をつけなきゃ危ないから、ヒリパウダー使ったか。うわー、ちょっと。よし、オッケー。うん、一番最初に戦うボスのオーガの強化版みたいな感じかな。よし。あ、やべえ。ちょっとね、かっこいいガッタウェア座とかを見せようと思ったんですが、てか死んでるじゃん、僕。まあ、倒せたんで OK。はい、OK。はい、ありがとう。じゃあ、そんな感じで、グダグダだったけど終わりです。まあ、こんな感じで味方に協力してもらえれば、意外とさっとね、どんなクエストでもいけるんで、OK かな。お、新しいアイテムだ。うん。アタックそこそこで、まあ、特殊能力あり、レア度普通かな。アップルパイで、ヒーローバッジ。はい。僕はつけられないか。はい、ありがとうございます。レベル上がった。どれ上げようかな。じゃあ、ちょっと、ライフ系上げたいんで、これにしときます。ストーリーを見ますか。はい、鹿と身を同行用。うん。これが呪いたちの末路よ。はい、ジロマルですね。ヤイン主です。はい。はい、じゃあね、クエストはこんな感じで終わりでーす。じゃあ、みんないるかな？あ、みんないないね。ちょっと挨拶をしたかったんですけど、うん、まあそんな感じで、じゃあ、今日はこれで終わりにしていこうと思いますので、まあこんな感じのゲームです。はい、じゃあね、ちょっと部屋を出てきまして、今日はね、これで終わりにしていこうと思います。じゃあ、ちょっと酒場向けましょう。まあ今日やったのは2つクエストぐらいかなと思いますが、まあみんながね、その集まってくれると割と敵が戦いな慣れてなくてもね、ガンガン終わったりしますので、まあそういったところはね、楽しんでいければいいかななんて思います。で、まあクエストこなしていくとまたメインの話も進んでいきますので、そんな感じでね、レベル上げながら進めていければいいかなと思います。まあやっぱりそうだな、4人とかね、がっつりと大人数でやりたい場合は、ちょっとアクティブな時間とか選ばなきゃいけないかなと思いますが、マッチングとかをちょっと広めに取ったりすると、まあ、今日ね、今やってるのが夜中の2時ぐらいなんですけど、そういった時間でも大丈夫だったりします。まあ、そんな感じでね、このゲーム、そうですね、まあ、ダウンロード版とかパッケージ版とかいろいろありますが、皆さんの感じで楽しんでみるといいんじゃないかなと思います。僕もちょっとね、時間見つけてやっていきたいと思います。じゃあね、今日はこんな感じで終わりにしていきましょう。またね、そうですね、ちょっと展開的にあったらそんな時に動画とか上げるかもしれませんが、またね、皆さんマッチングとかであったらよろしくお願いします。じゃあね、今日はこれで終わりにいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。